せっかく走りに行こうとね、気合い入れてもあいにくの雨。そんな時に大活躍するのが、これです。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。さあ、今日はね、いつもと違ったアイテムを紹介します。例えば、さっきみたいに走りに行こうと思っても、雨が降ってたり、まあ、ジムにね、行く暇がなかったり、日頃の運動不足を手軽に解消したい人、まあそんな悩みのある人にはぴったりこのスネオクロバイクを紹介します。まあ商品名そのまま読んじゃいましたけど、多分ねこの特徴的な形、カタツムリにこう似てるっていうところから、カタツムリスネオで合ってますちょっとね発音が合ってるかどうかわかんないんですけど、このフィットネスバイクがね、本当僕みたいな初心者でもゲーム感覚で楽しくね続けられるような機能がね本当満載なんですよ。この AI フィットネスバイクの特徴を今回は5つ紹介します。まずこういう家でね手軽にできるフィットネスバイクってたくさんのね種類があると思うんだけど、僕が一番懸念しているのが、まあ買った時はいいけど、最初はねこう気合入って毎日のようにね頑張ってやるんですけど、なんか飽きちゃっていつの間にかこういうところに洗濯物をね干したりしてる人結構いると思うんですよ。なんでやっぱりこうフィットネスジムみたいにちゃんとトレーナーの人がいて、周りにこうみんなね汗かいてやってるっていう環境だからこそ続くと思うんですけど、まあでもジムでもね続かない人はいますけどね。それでもまあ一人で黙々と家で運動するよりは続きやすいと思うんですよ、そういうジムとかの方がですね。でもこのスネオクロバイク、合ってます、スネオクロバイク、あのまるでねこれゲーム感覚、ゲームをね遊んでるような感覚で運動ができるっていうことで、まあ継続して運動するということに関してはかなり特化してるバイクなんですよ。じゃあ早速ね特徴を紹介していきます。まず特徴の1つ目、自分の体に合わせてこのサドルの前後の位置とか、あと高さ、それからハンドルの高さまで調整できるっていうところです。しかもこのサドルとハンドルの高さについては自分のこう体に合わせて自動でマシンがねやってくれるんですよ。普通こういったフィットネスバイクって、まあ、使う人がこう毎回決まってたらサドルとかハンドルの高さっていうのは、まあ、あの決まって動かす必要ないと思うんだけど、こういうものを例えば家族でいろんな人が利用する場合、いちいちねこう高さ調整から運動の前にね入らなきゃいけないじゃないですか。そこがまあ面倒くさいので、なんかいつの間にかやめちゃったっていう人も結構多いと思うんですよね。だけどそれがねこのバイクは全自動なんですよね。でハンドルのここにあるボタン、右側がハンドルの上下で、左側が、サドルのね上下を電動で、しかもバイクに乗ったまま調整できます。で一度自分の適正位置にしたら、次回からはこのバイクが覚えててくれて、前回設定した高さまで自動でね調整してくれるっていう優れものです。まああと自分の適した高さがねなんとなくわからないなって人は、スマホアプリのこの自動高さ調整機能っていうのを使えば、体に負担の少ない高さまで自動で調整してくれる、まあ初心者には優しい機能がね搭載されてるんですよね。もちろんこのサドルの前後の微調整も手動でできます。それから特徴の2つ目、各種センサー内蔵で、まあ、実際に自転車を漕いでる感覚になれるってとこですね。まあ、どういうことかっていうと、実はこのフィットネスバイク、クロスバイクとかロードバイクみたいにこうスピードを出すとき前傾姿勢になるじゃないですか。そういう時にこのセンサーがこの前傾姿勢を感知してくれて、ペダルの負荷をね自動的にアップしてくれたり、逆にあ疲れたって言って体をね起こして漕げば、ペダルの負荷も減るっていう仕様になってます。
さらにそのそれぞれのねペダルを漕ぐ力っていうのは、まあ人それぞれだと思うんですよ。その人それぞれの漕ぐ力を AI が分析してくれて、自分に適した負荷に調整してくれるんですよ。いやね、今のフィットネスバイク賢いっすよね。それから特徴3つ目、メニューが豊富で、ほんとね、いろんな、スマホアプリとね連携するだけでいろんなコースを走れるんで、まあ、ただただこうペダルを回すだけのフィットネスバイクより飽きが来にくいってことですね。ちなみにどんなメニューがあるかというと、まあ、現時点で提供されているのは自由にねサイクリングを楽しむコースから、まあ、消費カロリー別のトレーニングメニュー、そして、まあ、ジムに通ってるような感覚でトレーナーと一緒に楽しみながらレッスンをね受けられるコースもあります。そして面白いのが、実際に画面にねバーチャルの風景が映って、そこをこう走ってるような感覚になれるコースがあるんですよ。それから最後に 3D グラフィックで作られた立体なコースがあったりと、まあ、かなりねバリエーションも豊かですよね。しかも 3D のコースは、例えば上り坂ではペダルの負荷が重くなったり、ハンドルが実際に坂に合わせてねこう上がったり下がったりするんですよ。で、本当に坂道を駆け上がってるような、そういう感覚も体験できるんですよね。さらにこの縦の移動だけじゃなくて、カーブでこう体を傾けるじゃないですか、実際にあの運転する場合ね、体を傾けるとモニターに映る風景もこうぐーっと傾いたり、ペダルの負荷も姿勢に合わせて変化したりもするんで、まあ、本当に自転車で外を走ってるような感覚になります。これはねすごい。家で使えるフィットネス器具を買ったけどなんか続かなかったなっていう人、これね多分楽しみながらできるんでいいっすよ。さらにコースの種類も今後ね増えていくっていう話なんで、例えば、まあ、日本の知ってるような風景とかがあったら走るの楽しくなりそうですよね。それから特徴4つ目、スマホアプリ上で自分の運動したデータがね細かく見れるってとこっすね。例えば何日にどれぐらいの距離を走ったかとか、まあ、その時の消費カロリーはどのぐらいだったかなとか、あとペダルを漕いだスピードがどんな感じだったかっていうね、かなり細かくデータを見返せるんで、最近サボりがちだなとか、昨日より今日はもうちょっと走ってみようとかね、客観的に数字で見れるんで、これは便利ですよね。そして最後、特徴の5つ目、家庭用のこのフィットネスバイクとはいえしっかりね安定して、でかなりね作動音も静かってことですね。やっぱり家で運動するときにそのペダルの漕ぐ音がね大きかったりすると、ちょっとね夜運動したいときもあるじゃないですか、全然聞こえないでしょ。夜運動したいときも全然聞こえないぐらい静かで、しかも安定感も抜群なんですよ。で、このスネオクロバイクは実際にフィットネスクラブでも置かれているような、このバイクで使われている電磁負荷式っていうものを採用してて、このベルト駆動式に比べるとかなり静かなんですよね。で、さらに安定面で言うと、このバイクの重さね、40キロあるんですよ。40キロも あるんだけど、この特徴的なカタツムリのデザインで重心がまあ下の方にあるから、ガーッと漕いでもぐらつくことが本当ないんですよね。ただ重いんだけど、ちゃんとこうキャスターもついてるんで自由にこう移動することもできるんで、まあ、そこは安心ポイントですよね。あと、まあ、これだけ重いと組み立てとか箱のサイズとか気になりません？実際僕はねこれ一人で組み立てたんだけど、足の部分とこのハンドル部分を差し込むだけなんですごく簡単でした。ただね、まあ大体20分ぐらいでできたんですけど、やっぱり、うん、重さが重さなんで、女性一人で箱から出して組み立てるっていうのは結構辛いかもしれないんで、これはね、二人で作業した方が安全だと思います。まあ、安定性もあって、その静粛性、静音性もあって、さらにこの AI 搭載でいろんなセンサーがついてて、もう本物のバイクを外で漕いでるような感覚が味わえて、
さらにね、多彩なコースで飽きさせないこのスネオクロバイク、実はね、このフィットネスバイクはクラウドファンディングの幕開けっていうサイトでプロジェクトとして開催されてた商品なんですけど、これね、目標達成した商品なんですよ。で、今後は一般購入できると思うんで、一応ね、概要欄の方にも商品のページを記載しておくんで、気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。このチャンネルでは、僕が面白いなって思ったこういったね、商品とか、あとガジェットとかを紹介してます。で、普段は映像制作をやってるんで、映像制作の舞台裏とか、チュートリアルとかをやってます。今度も関ヶ原に撮影に行くんで、ちょっとその舞台裏撮れたらいいなと思ってます。そして次回紹介するアイテムは、数字が出て分かりやすい USB-C2 つと USB-A ポートがある、めちゃくちゃ小さい。それじゃあまた次の動画で。